はい、皆さんこんにちは。動きのコツ研究所代表の生野達也です。今回は自宅でできるリハビリメニューとして、膝を曲げて振り出すコツというのを紹介します。今回は、歩くときに膝を曲げて振り出すようになるためのちょっとした基礎練習を紹介します。こちらが麻痺側の設定というかですね、麻痺側と考えて説明します。これは 立って練習しますので、くれぐれも安全第一で手すりを支え、あと、机がない方は机、しっかりした机とかを支えて、くれぐれも転ばないように安全第一で行うようにしてください。ちょっと立ってみますね。顔が切れますが、ご了承ください。はい、まずはですね、いつもの麻痺側の振り出しを確認してみましょう。こうですね。その時にですね、やはり膝が曲がらずに、ついついこうゆっと持ち上げてしまうとか、膝が曲がらないので外側をぶんと振り、外側をぶん回すように振り出してしまうという方が多いんじゃないでしょうか。ですね。はい。返されますが、これが最後少しでも良くなっていれば大成功ですね。今のような膝が曲がらないとか、足が棒になってしまうということの原因がですね、麻痺があるからとか、足が緊張しているから仕方がないというふうに考えている方も多いかもしれません。でも実はですね、これ勝手に力が入ってしまってるんですね。ご本人の、気持ちとは、全く違うところで勝手に力が入る癖みたいなのがついてるわけです。なのでそれを癖を正していって、正しい足の曲げ方っていうのを見つけていけば、棒にならずに楽に振り出せるようになることがあるんですね。それを紹介しますね。はい、じゃあちょっと立ってみましょう。はい、でポイントは出す時にどうやって出しているかというところがポイントです。じゃあ麻痺側、今回は右側ですが、麻痺側をこう出す時にどこを動かして、どこを曲げて麻痺側の足を出しているでしょうか。膝が曲がらないっていうのは分かりやすいところだとは思うんですけれども、じゃあ膝が曲がらないんだったらどこで足を出そうとしているでしょうか。ちょっと気をつけてみましょう。こうですね。きっと皆さんですね、腰を持ち上げてるっていう方が多いんじゃないかと思うんですね。腰を持ち上げて出すと、腰を持ち上げて分回すという方が多いと思うんですね。これ実は間違った出し方なんです。じゃあ正しい出し方っていうのを、いい方の足を参考に確認していきましょう。いきますよ。じゃあいい方の足、足をブラーンと出してみましょう。はい、そうですね。この時もくれぐれも安全第一で手すり支える。この時に麻痺側のように腰を上げてないと思うんですね、いい方は。じゃあ腰を上げずにどこを曲げて出してるか、これを確認していきましょう。こんなこと気をつけないと思うんですけれども、これがすごいヒントになります。どうでしょうか。そうです、腰は上がってないんですけれども、この股関節ですね、このここで言うと付け根、ここを曲げてるんです。横から見るとこういうことですね。ここで曲げてるんです。腰を持ち上げてるんじゃなくて、この股関節を曲げてるんですね。股関節を曲げると同時に膝を曲げてるんです。そうですね、皆さん麻痺側では膝のことばっかり考えて股関節のこと考えてなかったかもしれません。そうです、これが大事なんですね。膝を曲げるだけではなくて、膝と股関節をふにゃっと曲げて出すということですね。この時もう一つポイントは、膝は、太ももは持ち上げてないと思うんですね。持ち上げずに膝頭が前に出るような感じですね。股関節と膝を曲げて膝を前に出す、持ち上げてないんです。前に出すということがポイントです。このやり方を麻痺側でもやってみましょう。やってみましょう。手すりを支えてしっかりいい方に体重をかけましょう。で
麻痺側が軽くなったことを確認してから、膝を曲げようとせずに、腰を上げようとせずに、股関節からブラーンと曲げるようにしてみてください。まずはいきなりボーンと出そうとせずに、少し股関節と膝をブラーンと曲がってるかなっていうことを気をつけてください。走行されている方とかこの時につま先が引っかかるかもしれませんが、今はまあ練習ということで、構いません。まあ、ちょっと引っかかって怖いということもありますので、必ず手すりを支えて行ってください。股関節と膝をブラーンと曲げる、そうですね。こうするとどうでしょうか。膝を曲げようと、膝を曲げよう曲げようと思うよりも楽に膝が曲がるんじゃないでしょうか。ここまで確認できたら、あとは膝の下をブラーンと出すと。こうしたら最初よりもどうでしょうか。そんなに頑張らずにブラーンと出せたり、外にぶん回して出さなくても足が楽に出せると思うんですね。これが膝を曲げて振り出すコツですね。この練習もですね、いきなり歩いてやるのは非常に難しいです。なのでくれぐれも立った姿勢で、まずは振り出して戻して、この基礎練習から必ず行ってください。またこれですね、慣れてきたらこれを歩く中でも練習したいんですが、そうなるとまた支えにくさもあると、なかなか最初は難しいかもしれませんので、くれぐれも安全第一で転ばないように気をつけながら練習してください。必ず歩き最初から歩いてするのではなくて、この立った姿勢での練習からしてみてください。はい。でもし、お一人で練習される中でうまくいかないこともあると思います。でもそれはですね、ちょっとしたことをアドバイスしたりとか、もっと他の練習をやった後に今のメニューをしたりすることで、意外にやりやすくなったりすることがたくさんあります。なのでもしうまくいかないときは、諦めずに、気軽に相談してください。アドバイスもさせていただきます。はい、今日は、立った姿勢で膝を曲げて振り出すコツというのを紹介しました。はい、じゃあ以上になります。